集まったかな。今度は一体何をさせよってんだ。あのね、天神小学校にいる子たちを見てたら、演劇部の人がたくさんいることに気がついたの。だからね、みんなには演劇をやってもらおうと思います。はあ、演劇か。みんなも演劇部なの？え、あれ？私、前にも同じようなことを聞いたことある？あ、はい。千早ちゃんとなりちゃんも同じ演劇部です。と言っても、私たち一年は基本を覚えるので精一杯なんで、演技らしい演技なんてまだできませんけど。俺なんか基本どころか演劇なんて一度もやったことねえし。私もナイト君と同じよ。だからその呼び方やめろって。ナイト君？騎士沼くんだからナイトくん。素敵でしょ？なかなかロマンティックでいいじゃないか。ん？君たちのその制服、セントクルス学園だよね。そんな子たちと知り合いだなんて、騎士沼にしては意外だな。そう、意外。いつも一言多いんだよ、お前はよ。知り合いっつうか、記憶もぼんやりしてるし、この学校のどこかで会った気はするんだが。セントクルス？あの演劇部が強いことでも有名なミッション系お嬢様学校ですよね。素敵。ありがとう。みんなもとってもキュートよ。抱きしめたくなっちゃう。やめ！私以外のものを抱きしめるなどサービスやすぎ！ブスカー！ブスカー！はい、みんな静かにしてちょうだい。うおー！暴れんな！おい、デクノボ、お前も静かにしろ。あいつ、幸子にだけは忠実だよな。ああ。なぜだかわからないが、何か弱みでも握られているのか？演劇部じゃない人も何人か混ざってるけど、
岸沼はリアクションが面白そうだから参加してもらうことにしたの。目指せリアクション芸人。誰がリアクション芸人だ。あずさとランも同じような感じかな。ナイト君と同じ芸人枠、心外ね。芸人じゃねえつってんだろ。ったく、付き合ってられっか。俺は降りさせてもらうぜ。同感だ。悪いが、俺も辞退させてもらう。そんなこと言っちゃっていいのかな。ああ。なんだ、あんなもの持ち出して。いや、俺はあのガスバーナーに見覚えがある。どこかで。そうだ、あれは俺が死んだ時の。やめろ、やめてくれ。分かった、やる。やってやるからよ。わーい、やったー。自分が死んだ時の記憶って相当きついもんなんだな。いや、待てよ。死んだ記憶ってなんだよ。俺、生きてるじゃねえか。じゃあ、さっき頭の中に浮かんだ光景は、一体。岸沼、大丈夫か？ああ、平気だ。ちょっと記憶が混乱してるみてえだ。あ、そうそう。観客はこの場にいないみんなを呼んでくるから。サトシや篠崎が見に来るわけか？冗談じゃねえ。なんだったら、天神小学校にとどまっている霊も呼ぶ？いや、そらやめろ！つまんない。まさかこんなところで演劇をやるとは思わなかったね。まあ成り行き上仕方ないんじゃない。本当は嫌だけど、ナナちゃんたちがやるなら私も頑張るよ。
こうして皆さんとご一緒するのも何かの縁。どうせやるなら楽しまなくちゃね。嫁がやるというからにはこの私も参加しないわけにはいかないね。しげに、やってみたら案外楽しいかもしれないよね。一緒に頑張ろう。仕方ない、マユがそこまで言うならやるよ。やった、シゲ兄の演技を見れる。嬉しそうですね、マユさん。森重さん、マユさんと仲いいんですね。もしかして恋人同士とか？そんなんじゃない。まあ、マユには俺がついててやらないと何かと心配だからな。あらあら、あんなこと言ってるけど本当のところはどうなのかね。何のことだ。どうぞお気になさらず。どうでもいいけど、こんな茶番さっさと終わらせちまおうぜ。いや、どんなに理不尽でも芝居は芝居だ。俺は一切手抜きをするつもりはない。やるからには 120% の完成度を目指すぞ。お前何マジになってんだよ。かっこいいじゃない。どこかのナイト君とは大違い。おい、どこかのって全然隠せてないぞ。ごめん、ダメよ浮気は。かっこいいものは素直にかっこいいと言うべきよ。グードでも出ない。うん、お芝居に真剣に取り組む森重さんって仲いいよね。まさか。ナーナちゃん、そうなの？え、違うよ。私はただ。どうしたマユ？何か気になることでもあるのか？別に何でもない。ならいいが。鈍感。岸沼、やる気ない。こんな状況で演劇なんてやる気起きるかよ。岸沼くん。なんだ。中には篠崎さんもいるんだし。それが一番嫌なんだよな。かっこいいところを見せちゃったら篠崎さんの見る目も変わるかもしれないよ。よし、やるからには面白い劇にしないとな。わかりやすいわね。だね。なんだよお前ら、こそこそ話してんじゃねえよ。こいつらなんか苦手だぜ。さあみんな、おしゃべりはここまでね。早速演劇を始めましょう。その前にちょっといいか。
何？芝居を始めるにはまずは脚本を用意する必要があるんだが、用意してあるのか？ふんふん、幸子を甘く見ないで。おい、デクノボ、本を持ってこい。化け物、どこに行ったんだ？うわ、あいつが持っているのは紙の束か？がいいかすごく迷ったんだから。幸子さんが用意した脚本って。嫌な予感しかしないな。さ、この中から選んで。とりあえずこれから見てみるか。ロミオとジュリエットか、定番だな。そうね、恋愛ものは一度やってみたかったから、幸子もおすすめだよ。恋愛ものがやりたいだなんて、幸子さんもやっぱり女の子だね。いやいや、悪霊に対して女の子って。し、幽霊とか悪霊なんて言うの禁止。とにかく読んでみるか。人物の映像はイメージです。ご了承ください。イタリアの都市ヴェローナ、そこでは2つの名家、モンタギュー家とキャピュレット家が日々争いを繰り返していた。僕はモンタギュー家のロミオ。今日は友人のマキューシオとベンボーリオに連れられ、キャピュレット家の舞踏会に潜り込んでいた。しかし、もし僕がモンタギュー家のロミオだと知られたら大変なことになるだろう。いやいや、あれはなんと美しい。誰だあの可憐な女性は。僕は一目見てあなたの虜になりました。よろしければお名前を教えていただけませんか？私はキャピュレット家のジュリエット。おい森重、この関係ってヤバくねえか？相手は小学生だし、そもそも幽霊だし。芝居に年齢や立場の違いなんてくだらない感情は持ち込むな。俺たちは今惹かれ合いながらも複雑な関係に翻弄されるロミオとジュリエットだ。邪魔をするな。そうは言われてもな。なあ、美しいジュリエット、その漆黒の長い髪に真っ赤なドレス、まるで月明かりに照らされた美しくも気高き深紅のバラのようだ。どうかこの僕と踊っていただけませんか？はい、喜んで。
話自体はまともじゃねえか。幸子もお気に入りみたいだし、これでいいだろう。そうだな。幸子が用意したと言うから、どうなるかと思ったが。一応、最後まで読んでみるか。そんなこんなで、物語は進み、ロミオと一緒になるため、仮死状態になる薬を飲んで眠りにつくジュリエット。ところが、眠っているジュリエットを見たロミオは、彼女が本当に死んだと勘違いしてしまう。おお、ジュリエット、なぜこんなことに。ジュリエット、僕もこの毒薬を飲んで君の後を追うぞ。そうそう、これでロミオはジュリエットの後を追って自殺する。その後、目を覚ましたジュリエットは死んでいるロミオを見て絶望して、自分も命を絶つのよね。二人ともかわいそう。ジュリエット、君がいなければ生きていても仕方がない。僕も死のう。ロミオは自らの胸にナイフを刺し、命を絶ってしまう。え？毒じゃないの？数時間後、目を覚ましたジュリエットは自分の隣で愛するロミオが息絶えているのを発見するのだった。ひひあはははははは、計画通りだわ。これでモンタギューの血は途絶えた。この町は私たちキャピュレットのものよ。あはこんなもの、ロミオとジュリエットじゃない。ヒレンの物語が台無しだよ。そこがいいんじゃない。古い考え方にとらわれない新しいロミオとジュリエットよ。他の脚本にしようぜ。面白いと思ったのに。これなんかどうだ、かぐや姫。元は童話だからな、そんなにひどい話にはならないと思うが、幸子が用意したものだし油断できないな。とりあえず読んでみるか。人物の映像はイメージです。ご了承ください。昔々、あるところにおじいさんとおばあさんがいました。おじいさんは山で取ってきた竹を売り、なんとかはした金を得ているという、明日をも知れない最底辺でギリギリの生活をしていました。なんか状況説明に悪意を感じるんだが。今日もおじいさんが老体に鞭打ってヒーヒー言いながら山へ入ると、キラキラと黄金に輝く竹を発見しました。ありゃー、なんとまあ、黄金の竹か。こいつを里一番の金持ちにでも高く売りつけてやるかのう。おい、このじいさんちょっと悪そうな感じだぞ。今流行りのちょい悪ってやつだね、こりゃ。でも、それは違うわ。では、
早速切り取って里で監禁してこようかの。そう思っておじいさんが竹を切ると、中から手のひらサイズの小さくて可愛い女の子が出てきました。はじめまして、かぐや姫よ。竹から生まれた幸、かぐや姫か。不思議なこともあったものだ。連れて帰っておばあさんに見せてみるか。家に連れて帰ってみると、おばあさんは大層驚きました。これはこれは人形のように可愛らしい女の子ですね。我が家で育てましょう。ええ、そうしてもいいよ。育てさせてあげる。ものすごい上から目線だな、この子は。幸子、いえ、かぐや姫はおじいさんとおばあさんの家で異常な速さで育ち、3ヶ月ほどでそれはそれは美しい大人の女性に成長しました。すると、かぐや姫の美しさに惹かれた5人の公家どもがハイエナのように群がってきました。かぐや姫、俺と結婚してくれ。いえ、私と結婚するのよ。何言ってるの、かぐや姫は私のものよ。かぐや姫と結婚するのは私。いいえ、私よ。やめえ、私というものがありながら他の人に手を出すなんて。なあ、これは劇中のお話でしょ。うん、そうだった。よかったよかった。次々に求婚してくる公家たちに、かぐや姫はそれぞれあるものを持ってくるように言いました。それは、あなたは板切れを持ってきて。あなたはろうそくを持ってきて。あなたは文化人形を。あなたは猫のぬいぐるみを。あなたは錆びたハンドルを。全部天神小学校にあるから取ってきてね。板切れに文化人形って、まさか校舎に行って探してこいってことかよ。みんな死んでしまうぞ。愛を勝ち取るためにはそれくらいしてくれなくっちゃね。くっ、もっともらしいこと言いやがって。そしてこの後、クゲたちはかぐや姫のために天神小学校の校舎に飛ぶの。そこで繰り広げられる凄惨な。やめろ、聞きたくない。もう、岸沼も森重も文句ばっかり。別の脚本を選ぶぞ。これはホラーだよな。やめておこう。嫌なことを思い出しそうだ。これもおすすめの本なのに読みもしないなんて。殺しちゃうよ。くそ、どれどれ。タイトル、トイレの幸子さん。ある日、女子生徒たちの間でトイレに幽霊が出るという話題になった。
なんだ、単なるトイレの花子さんの改変版か。でね、校舎3階の女子トイレで手前の扉から3回ずつノックしていくと、3番目のトイレで返事が聞こえるの。扉を開けると赤いスカートを履いたおかっぱ頭の少女がいて、トイレに引きずり込まれちゃうんだって。今日はその階段を実際に試してみようよ。ナーナちゃん、本当に引きずり込まれたらどうするの？そんな危ないことやめようよ。ちはや、そんなに怖がらなくても大丈夫だって。どうせただの噂話なんだから。じゃあやってみるね。手前のトイレから。開けるな。特別ゲスト、謎の紳士シボだよ。タイトルの幸子さんはどこに？大丈夫、これからが本番だから。何？トイレの幸子さん。なるほど。幸子さんに会いたいならこれをやるといい。これは紙の人形？そうだ、その幸子さん人形をみんなで一斉に引きちぎるんだ。幸子さんお願いしますと唱えながらね。すると天神小学校というところに。やっぱりここに行き着くのか。この後、天神小学校で凄惨な。だからやめろって。こんなもん、ただトラウマをえぐられるだけじゃねえか。もう、岸沼はわがままだな。またあんな目に遭うなんて冗談じゃねえ。とにかく、他の脚本にしてくれ。あ、いや、してください。